どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、マイナンバーを利用した、キャッシュレス消費者還元のキャンペーンがね、始まります。それを受けまして、今回の動画ではですね、マイナンバーの発行方法を解説ね、実際にやりながら、解説していきたいと思います。でこのキャッシュレス消費者還元のキャンペーンなんですけども、始まるのがねまだだいぶ先なんですよね。2020年の7月からこれ申し込み開始になるということで、今4月ですよね。ということでさらにまだ期間があるじゃないですか。ですけどもこのキャンペーンにはマイナンバーカードがね必要なんですよね。っていうのでマイナンバーカードね、皆さん発行しましたかね。こちらなんですけども、こちらマイナンバーね、で後ろに個人番号が書かれているこのカードなんですけども、通知カードではなくてこのマイナンバーカードがこのキャンペーンに、乗るためには必要というふうになっておりまして、これ7月から始まりますよね。でこれ 25% 還元のキャンペーンで、キャッシュレスで決済すると2万円分利用すると 25% 還元、上限5000円分というふうになっておりますんで、今からね発行しといた方がおすすめっていうのも、このキャンペーンがね始まるのが近くなると、おそらくなんですけども申し込みする方がね、ある程度いらっしゃると思うんですよね。っていうのもこのマイナンバーカードって皆さん持ってますかね。私はね制度が始まってすぐにね作ったわけなんですけども、普及率は今 15% ということでかなり低いですよね。このマイナンバーカードを利用したこのキャンペーンも、このマイナンバーカードをね、普及させるっていう意味でね、やるのと、このキャッシュレスっていうのをね普及させる意味でね、始まるわけなんですけども、ほとんどの方がね持ってないと思うんですよね。これ7月から始まりますんで、今からね、準備しておいていただいて、実際にキャンペーンが始まったらですねすぐ利用できるようにねしといていただけたら、このねマイナポイント 25% 還元を、受けるためにこのマイナンバーカードが必要なんですけども、このポイント還元されるポイントなんですけども、これはですね登録されている会社から、還元が受けれるっていう感じになってまして、対象の会社はねちょっと結構ありますんで、概要欄にね URL 載せておきますんで、ちょっと気になるっていう方はね見ていただけたらなと思うんですけども、これをねリクマイラー目線で見ていくと、何がおすすめかっていうのもね、解説しつつ、今日の動画ではちょっとね1本の動画でね収めることはちょっと厳しいので、今回はマイナンバーの発行の仕方、めんどくさいって思ってる方結構いらっしゃると思うんですけども、やってしまえばそんなに難しいことじゃないんですよね。スマートフォン1台でね申請することができますんで、ちょっとね今から準備しといていただけたらなと思います。でまずこのキャンペーンの詳細なんですけども、申し込み期間が2020年の7月から2021年の3月末までで、取得期間が2020年の9月から2021年の3月末までっていうふうになります。でこの 25% 上限5000円分のポイントが還元されるのは、もちろん現金ではなくてポイントが付与されるっていうことになります。これをね ANA マイラー、JAL マイラーからの目線からすると、このね利用できる、会社、これねまだ順次増えてってるので、今現時点でね、話していくと、 ANA マイルを貯めている方であれば、東急カード、東急クラブ級カードありますよね。一応東急カードっていう風に規制がありまして、これ還元されるポイントがね、東急ポイントで付与されますんで、ここでね利用すれば 75% でね ANA マイルに交換することができますんで、 ANA マイルの場合は東急カード一択っていう風になります。次に JAL マイルの場合なんですけども、こちらの場合は結構ね選択肢がありますので、au pay、d 払い、三井住友カード、エポスカード、これね、どれでも OK なんですよね。JAL マイルに交換できるポイントで付与されますんで、どれでもいいかなと思うんですけども、ご自身がね、どのような決済方法をメインで使ってるかによって、これは変わってくると思いますんで、選んでいただいてね、利用していただけたらなと思います。
まあ個人的にはですね、キャッシュレスで支払うときにね、まあクレジットカードの方がね、ペイサービスより利用できるね先が多いので、まあ個人的にはこっちの方がいいかなっていうふうに思っております。というわけでね、実際に、マイナンバーカードの、ね、発行方法、やっていきたいと思うんですけども、まあこのマイナンバーカードっていうのはね、まあ番号で、まあ人をね紐付けられているので賛否両論がありますよね。まあこの番号をね流出してしまったら、まあその人のね個人情報がね、まあ一気に拡散、まあ拡散というか、まあ流出したらね広がってしまうっていう部分がね、まああるわけなんですけども、まあ私個人的にはですね、あのこのマイナンバーカードを持ってるとですね、セブンイレブンとかで住民票が取れたりするんですよね。うん、まあ私これ結構利用しておりまして、うん、かなり楽ですね。うん、わざわざね、この住民票取りね、市役所とか、まあ、市役所のどっかにある窓口みたいなとこありますよね。まあ、そういうところにね、わざわざ行かなくて済んだりしますんで、まあ、個人的には結構おすすめなんですけども、いや、そういうの嫌ですっていう方はですね、まあ、発行しない方がいいのかなと思うんですけども、まあこれ発行しても発行しなくてもですね、市役所には番号あるわけなんで、個人的にはね、もう始まってしまったので、まあもう流されていくしかないかなっていう感じなんですよね。で、まず、用意していただきたいのは、こちら、通知カードですね。マイナンバーの通知カード、全世帯に、書き留め郵便物で配られたこちらの、通知カードですね。その中に、こちらが入っております。で、左下の方にね、QR コードっていうのがあると思いますので、それを手元にね、用意してください。で、スマートフォンでね、実際にね、その QR コードを読んでください。まずね、利用者規約を確認していただいて、確認をしてください。まあ、そうすると、もうね、QR コードで、入ってるんで、申請 ID とかね、入っております。で、連絡用のね、メールアドレスを聞かれますんで、メール連絡用の名前、プラス、メールアドレスをね、入れて、画像認証っていうのをね、していただいて、次に行ってください。で、そうするとね、入力したね、メールアドレスにメールが届きます。そうするとね、メールアドレス登録完了っていうふうになりますんで、登録したね、メールアドレスの、受信フォルダに移動してください。まあ、そうするとね、URL が、ついたメールが、手元に来ますので、まあ、そちらをね、クリックしていただくのと、これと一緒にね、認証番号っていうのもね、一緒に来ますんで、まあ、そちらもね、入力が必要というふうになりますんで、そちらもね、チェックしてください。ですので、できればね、パソコンとかをね、目の前でやった方が、認証番号をね、見なきゃいけないんで、パソコンを目の前にしてやった方が、まあ、ちょっとやりやすいかなと思いますね。私もね、パソコンで急遽ね、開いてやりました。で、そこでね、認証番号を入力していただいて、次へっていう風になりますね。で、そうすると、顔写真のね、の、注意事項、等々はね、載っておりますんで、まあ、こちらにね、合わせた状態で、送るっていう風になるんですけども、まあ、これはね、普通にスマートフォンで自撮りで OK ですんで、まあ、そちらね、利用していただければなと思います。でですね、ここで一つポイントなんですけども、このね、もちろん、半年以内のね、写真じゃなきゃダメですよ、等々のね、縛りはあるんですけども、そこをね、満たしたとしてもですね、ちょっとめんどくさい部分は一つだけあるんですけども、画像のサイズとか、画像の規格、まあ、JPEG 動画ね、まあ、そういうものがありますよね。で、これはですね、JPEG じゃないと読んでくれないんですよ。ですので、一つね、おすすめのアプリがありまして、画像サイズっていうね、アプリがあるんですけども、こちらをダウンロード、これ無料のスマートフォンアプリなんですけども、こちら入れていただいてサイズをね、調整していただいて、なんですか、切り取り直すっていう感じですかね。で、そうすると、こちら iPhone で、撮影するとですね、最初から JPEG にならないっていう風になっておりますんで、ちょっとなる時もあるんだと思うんですけども、 JPEG に、ね、なってない時もあると思いますんで、この画像サイズっていうアプリですね、この画像サイズっていうアプリを開いていただいて、で今ね、画像サイズのアプリを、立ち上げました。で、映像はね、ここに出しておきますけども、まずね、何にもないこの真っ白な状態になってると思うんですけども、ここのね、一番左上から、写真のマークありますよね、カメラのマークの左隣に、まあ、ライブラリーから、まあ、写真撮ってもいいんですけども、まあ、撮ってからね、切り取った方が楽だと思いますんで、先にね、写真撮ってから、まあ、やるようにしていただければなと思います。で、写真をね、入れていただいて、そうすると、上の方にね、幅と高さっていうのがありますよね。
これを調整することができます。で、幅が 3.5 で、高さが 4.5 っていう風に打っていただくと、こちらね、画像編集してくれます。で、この上の方にね、ピクセル、ピクセル、ミリ、センチ、インチっていう風に並んでいると思うんですけども、ここね、センチにしていただいて、幅 3.5、高さ 4.5 にしていただくと、この規格のね、あの申請の規格にね、合う画像になりますんで、まあ、そちらでダウンロードするっていう感じになるんですけども、もう一つね、右上に歯車のマークがありますよね。で、ここを押していただくと、出力形式っていうのは真ん中ら辺にあると思うんですけども、こちらに JPEG、HEIC っていうて読むんだっていうのはちょっとわかんないですけども、まあ、この規格両方あると思うんですけども、こちらが、その下にね、PNG を PNG として保存っていう風にありますよね。これをチェック外していただいて、出力形式を JPEG にしてください。選択するとね、青くなりますんで、 JPEG にしてもらって戻るボタン、そうすると、この写真がね、出力された時に JPEG の形式になりますんで、まあ、こうするとね、マイナンバーの申請の JPEG に、ね、合うようになります。で、そうすると、一番左下のね、保存ボタンですね、保存ボタンを押していただくと、カメラロールに入ります。で、そうした状態で、アップロード、していただければ、このね、マイナンバーの申請のね、写真として利用することができます。そうするとね、アップロードしたね、自分の、顔写真、アップロードした写真がね、表示されますんで、そこで最近6ヶ月以内に撮影されたとかね、規格を満たしてますかみたいなね、確認ボタンが出ますんで、そちらチェックしていただいて登録っていう風になります。で、そうするとね、申請情報の入力ということで、もう一度ね、生年月日を入れる画面になります。で、そうするとね、上記の申請内容に誤りはありませんっていうチェック項目を入れていただいて、確認っていう風になります。そうするとね、もう一度、申請情報のね、確認、まあ名前等々ですね、そういうのを、確認していただいて登録してっていう感じになります。まあ、ここはね、まあ再度ね、まあ、申請番号等々はね、間違ってないかだけね、あと生年月日ですね、確実に間違ってないかをね、確認していただいて、登録していただいて登録っていう形になります。そうすると、申請登録ができましたっていう風になりますんで、これで、申請完了メールをね、登録したメールアドレスの方に来ますんで、そちらを確認していただくっていう形になります。そうするとね、個人番号、カード、交付申請書受付センターからメールが来て、申請受付が完了いたしましたっていう風になります。で、こちらにね、不備があった場合は、また1週間以内にね、メールで再度案内させていただきますということですんで、まあ、これでもし完了してたら、市区町村から、まあ交付の通知のね、はがきだと思うんですけど、はがきが届くと思います。もし申請がダメだった場合はね、1週間以内にね、メールでもう1回来ますんで、間違ってた部分をね、もう1回やり直して、申請し直すっていう感じになります。いかがだったでしょうか。本日の動画ではスマートフォンでね、やる発行方法を解説させていただきましたけども、どうでしょうか、難しかったですかね。私自身はね、これ郵送でやって、このマイナンバーカードをね、取得したわけなんですけども、実際にこのスマートフォンからね、やってみた感想からすると、こっちでやればよかったなって思いましたね。まあ当時ね、私もね、その写真をスマートフォンでね、やろうとしたんですけども、やっぱりね、その写真の規格とかをね、変えるのがもうめんどくさかったのと、画像サイズをね、また切り替えるっていうのはちょっと面倒だったんで、郵送でいいかっつって郵送でやっちゃったんですけども、スマートフォンでやった方がね、はるかに楽でしたので、まあぜひね、この申請が始まるのが、まあ、今年の7月ということで、近くなればなるほどね、このアナウンスもさらにね、されていくと思いますし、それと同時に、申請もね、どん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 増えていくと思いますんで、7月からね、始まる、予定っていう風になっておりますんで、ぜひね、混み合わないうちにね、発行しておくようにしといていただいたらいかがでしょうか。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただければ、とても嬉しいです。キャッシュレス消費者還元キャンペーンでね、マイルが貯められるのであればね、ぜひね、積極的に狙っていただきたいなと思います。今回はね、マイナンバーの発行のね、方法を紹介させていただきましたけども、まあ、これの続きもね、また、順次ね、配信していくつもりですので、まあ、そちらもね、ぜひ参考にしていただければなと思います。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。